でもゲーム化するんだったら、はい、イフの世界もありなんで、そうですね、別に分岐があってもいいんですよ、はい、エンディングは、まあ、そういう状態のエンディングもあるからっていうのも、例えばね、スカーフェイスがゲーム化されてるんですけども、スカーフェイスの最後のクライマックスで、後ろからね、もし撃たれなかったら、ポケモンタが生きてたらっていう、その世界が描かれてるんですよ、描かれてるんですよ、ゲームで。はい、それはちょっと、そこりますね、はいはい、ゾクッときますねそういうの、例えば、はい、クレイダクサンダーロードもその後の陣がね、そのっていうのもゲームで描くのもありじゃない、東京ブラッドまでの間、朝日はなるまでに、はい、結構それ気になりますよね気になりますよね現実ストーリーね、はい、まあ、そういうのもね、例えばゲームクリアしたらおまけのね、はいはい、シナリオかなんかで入ってると、うん、面白いです。ウォリアーズのゲームに関しては当時の人たちを集めてボイスアクトさせてるんですよ。あ、全員集めたんですよ。一人ぐらいですよね、なんかダメだったら。ダメだったら一人ぐらいなんですよ、はい、例えばその、はい、まあ、ヒートって比較的新しいですけど、はい、といっても10年ぐらい経って、はい、もう10年以上経ってますね、はい、そのウォリアーズにしてもそのスカーフェイスにしても、はい、相当昔の絵じゃないですか。そうなんですよ、そうなんです。それが成立するんですか、はい、今のしま、ね、しまして、ちょうどウォリアーズの時は何周年記念かで映画の、うん、ちょっとまたリバイバルブームで、うん、一瞬アメリカでブームがあった時期がありまして、30周年かな、そうなんですね、確かそうですね、はい、今のその流行りの映画ではなくて、はい、逆にそういう映画の方がいいわけですか。アメリカは特にそのシネマとゲームの関係性が結構昔から深くてですね、で特にいい映画ほど自分がゲームであの世界に体験してみたい、入ってみたいっていう、まあ、プレイヤーってニーズが強いんですよね。そういうマーケットは非常にありましてですね、はい、新しい映画っていうのは望まないんですよ、実はとんがってる人たちが、うん、例えば大脱走なんかもちゃんと大脱走のマーチが入った状態でゲーム化されてるんです。大脱走好きですね最高なんですよ、そのゲームもマスターピースの作品っていうのはどんどん今ゲーム化しようとしてるところもあるんですよね、うん、でちょっと時間が経って、まあ、ちょっとややある種古典としての何かその地位をみんなが認めてるみたいな、そ う, です、ね、そういうのがゲームになりやすいんです。そうですね、はい、で日本はやはりそういう流れがなかなかないもんですから、はい、ゴッドファーザーもゲーム化されてますし、今2も同時期発売ですね。これはもうすぐ発売ですね、はい、されます。個人的にはタクシードライバータクシードライバーのゲームは作ってたんですよ。そうですよね、ありましたね、はい、話が作ってたんですけども、はい、ロバート・デ・ニーロ の, エージェントが OK しなかったんですよ。あれもいくらでもできますもんね。そうですね、本当にこうなったのとか、はいはい、かなりねバイオレンスなゲームだったらしいんですよ。ほぼもったいないですね。もったいないですよ。ウォリアーズのゲーム見た時にもう、日本負けてられないと思いましてですね、であれば僕はぜひ狂い咲きを作りたい、はい、まあ、もちろん仁義とかもいつか作ってみたいと思うんですけど。仁義もいいですね、はいはい、仁義もいいんじゃないですか。いいと思います。仁義は、はい、キャラクターが同じ人がやってるのがあるから、はい、そうですね、ありますから、そこだけ一度なんかでもゲーム化したことあるみたいな、仁義は。PC ですよね、PC で、はい、でもまあやっぱり今そのハリウッドでやってるような形でちょっとね、仁義だったらそういう、うん、してほしいですけどね。深作監督も生前、もう死ぬ直前には、うん、クロックタワー3っていうホラーゲームの演出も全部やってたんで、それ聞いてますね、はい、そ今そのまあちょっとやっぱりちょっと前までまだその隔たりがありましたけど、はい、今の状況を聞く限り相当だから、まあ、かなりその映画との接点っていうのは近くなってますね。あ、そうですね、はい、肉薄してますから、ね、そうですね、まあ、その分まあ制作費がかかるようになったと、はい、はい、そうですね、まあ、映画もそうですけどね。そうですよね、映画もそうです